はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はこれだけは毎日やりたい掃除ルーティン。それでは早速スタート。ご飯後はなるべくすぐに洗い物を終わらしたいです。面倒ですが、すぐに洗い物をすれば汚れがこびりつくこともなく、さっと洗って済ませれます。洗い物が終わった後、1日1回は軽くシンクをお掃除するようにしています。本当に軽くですよ。調理でコンロを使った後はコンロ周りも拭くようにしています。油汚れは溜め込むと本当に厄介。きちんと掃除しなくても気づいた時にちょこっと掃除。少し前の動画で紹介した排水口プレート、もうゴミのね、片付けが本当に楽になって、すごく買ってよかったアイテム。犬のケージの掃除、これもね、毎日やらないとすぐに臭くなってしまいます。そのまま水拭きしてしまうと毛がくっついてしまうので、軽くハンディモップで毛を取ります。気軽に掃除できるようにティッシュと除菌スプレー。はい、シートを変えた瞬間におしっこ。毎日の面倒な掃除機がけはこの子にお任せ。こちらはナーバルフレオロボット掃除機。デザインがめちゃくちゃおしゃれ。最近では水拭きもできるロボット掃除機がすごく増えました。安価で購入できるものもありますが、モップが汚れを伸ばしたり、力が弱くなかなか綺麗にならない、着脱や手洗い乾燥が面倒だから結局水拭き機能を使わない、そんな悩みを解決できるのがナーバルフレオ。おしゃれなタッチパネルと専用アプリで操作可能。通常の掃除機としての吸引力は申し分なし。マッピング機能があるので、使いたい場所を効率よく掃除することができます。掃除のみ、水拭きのみ、掃除から水拭き、掃除&水拭きと選ぶことができます。特許技術のテールスイング、お尻をねじりながら壁際を塗装するので隅々まで綺麗に。最新の汚れ検知技術でモップの二度拭きが必要な場所を自動判断。フレオモード、ドックに汚水の汚れ具合を自動で検知するセンサーが装着されていて、床とモップの汚れのひどさを感知できる。床が汚れていたら自動で二度拭きを実施し、1回の洗浄でモップが綺麗にならなかったら洗浄時間を延長させる。まるで人間が雑巾がけをする際の考え。引きずり式シートと違い、2つの回転加圧モップパッドが装着され、清掃効果がとてもすごい。木製フロアなら優しく、タイルなら強め。床の種類により力加減とモップの湿度を調整することで床へのダメージを避けられるんです。賢すぎます。水拭きするときは適量の専用洗浄液を自動投入します。レモンとバジルの爽やかな香りでお部屋も気分もリフレッシュ。面倒なモップ洗いは不要。自動洗浄したモップは2つのエアトンネルを通る40度の温風で自動乾燥します。ワンコが勝手に触って作動するときもありましたが、こちらはチャイルドロック付き。就寝時に稼働しても全然大丈夫なくらい音も静か。タンクは 4500ml の清水タンクと 4050ml の汚水タンクに分かれており、清水タンクに水を満タン入れると1回の水量を約 200ml とした場合、約23回モップ洗浄ができます。面倒なモップ洗い不要っていうのがすごく楽。トイレ掃除はトイレのついでに。全部やらなくても便座を拭くだけ、流せるトイレブラシで掃除するだけ、床を拭くだけと気になったところだけちょちょっと掃除するようにしています。トイレブラシはこの流せるトイレブラシ一択。掃除してポイッと捨てれるのでとても楽ですよね。掃除ってやるのも面倒ですけど、使った後掃除アイテムを洗ったりするのがとにかく面倒。使ってパッと捨てれるものが楽ですよね。普段はティッシュとスプレーでちょちょっと掃除、しっかり拭きたいときは厚手のお掃除シートを使っています。
拭き終わったらトイレに流すだけです。普段のお風呂掃除はかけて流すだけの洗剤を使います。細かい掃除はお風呂に入ったついでにやります。お風呂を出るついでに排水口のゴミを取る、体を洗ったタイミングで気になった床の汚れを磨く、全部やらなくても気になったところだけやります。常にちょこっと掃除をしておくことでお家をきれいに保つことができます。お風呂を使った後にボトルや床を流しておくだけでも汚れ具合が全然変わってきます。洗面台のお掃除も歯磨きや顔を洗うついでに掃除するようにしています。あとね、こういった歯磨き粉とかはなるべく浮かせる。掃除洗剤はお風呂のものと兼用して使っています。そしてすぐ使えるようにスポンジも洗面ボールのところに貼り付けています。これは100均で買ったものです。ダイソーだったかな。拭き筋が残りやすい鏡なんかはあっちこっち付近、もうこれは言わずと知れた人気アイテムですよね。私も気に入って数枚持っています。洗面台って本当に汚れやすいですよね。汚れやすい場所1位か2位なような気がする。皆さんどう思いますか？はい、ということで今回はナーバルフレオのタイアップということでロボット掃除機を紹介させていただきました。今さ、いろんなメーカーからいろんなロボット掃除機が出てるじゃないですか。私もね、いろいろなものを使いましたが、今回紹介したナーバルフレオのロボット掃除機はその中でもとにかくハイスペックなロボット掃除機です。ほんとお安いものではないのですが、とにかくしっかり綺麗にしたいっていう方には本当にね、おすすめできる、ロボット掃除機です。あの二度拭きを自分でね、考えてやるっていう機能が他にはなかったかなと思います。実際にね、汚れてるところをね、もう何度かこう掃除してピカピカにしてくれるし、ほんとね、水拭きのロボット掃除機って綺麗にならなかったりするんですよね。でもこれはほんとしっかりと綺麗になりますし、吸引力もある。気になった方はぜひね、概要欄にお得なキャンペーンも載せているので、ぜひチェックしてみてください。では最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。リクエストも、お気軽にコメントに残していただけると